ビラルバは、スペインガリシア州、ルーゴ県のムニシピオ、コマルカダテーラーチャに属し、その中心自治体である。2012年の人口はで、市街地に、その3分の1以上が住む。ビラルバは、コマルカ内で最大の人口を有し、県内でもビベーロに次いで4番目の人口規模である。面積は3 7 9 4 k ルで、人口密度は39.8人。 経平方メートル。ガリシア州ではフォンサグラーダに次いで2番目に広い自治体である。住民故障はバイラルブス、エサ。カスティーリア語による表記はビルバ。ビラルバには考古学的、文化的な史跡文化財が数多く存在し、ガリシア州内でも多くのカストロが残されている。その中でもゴンダイスケとベレサールのものはよく知られている。また、 他には現在パラドールになっているビラルバ城の塔がある。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.74%。ビラルバはルーゴ県の北西部に位置し、コマルカダテイラチャに属する。北はムーラスと、東はアバディントコスペートと、南はベゴン,ンテとギティリスと、西はシェルマーデの各自治体と接する。自治体中心地区は、 ビラルバ教区のビラルバ地区。ビラルバはビラルバ司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。住民は30の教区の472の地区に居住する。現在の自治体ビラルバについての言及で、最初のものは6世紀のものである。サンタマリアデモンテネグロという村が同盟の一族の保護のもとにあるとの言及が残されている。8世紀には、 火災によって完全に破壊された。12世紀にビラレンテという名前で再び登場、アンドラーで一族と結びついていた。15世紀1431年上はイルマンディーニョの反乱によって破壊される。後にヌーのフレーレでアンドラーでは住民に城を再建するよう命じた。1467年、アホンソデ・ランソス、ペドロデ・オソリオ、 ディエゴデ・レモスラによって引きられた2回目のイルマンディーニョの反乱で民衆軍はモエーチェを除きすべてのアンドラーデ一族の城を落城させたアンドラーデの城の八角形の塔は元情報観光大臣であったマヌエル・フラガイリバルネの命によって改装され現在パラドールとして利用されている自治体市長はガリシア国民党のヘラルド・クリアードギさん。 自治体表議員は、ガリシア国民党、10、ガリシア社会党、5、ガリシア民族主義ブロック、2となっている。ビラルバは30の教区に分けられる。太とは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。